ちさん来た来た来た。でもよーし、一匹目。あ、大口動いた。あ、違う、ん、なんだこれ、なんか来た。とりあえずライトつけてる。4。正解はなんだユゴイか。そうだね、大口ユゴイだね。の、おお、ごめん、海バージョンみたいなやつだ。釣れました。初めてだなユゴイの海バージョンみたいなやつが釣れたのはやったぜ。とりあえず写真撮らせてくるね。やっぱ配信外は釣れるなごめんねよし、逃がしてあげましょう。とりあえずありがとうね。よいしょ、ごめんよ昨日パンチョリーナで買ったエクレアはーい、ぺっちゃんこうまい。やっぱ朝は甘いものなんだな。ん、シャクシャク。ヘルビーゴー、ヘルビーゴー。あ、寒い。テントなんで見せてくれなかったの。ん、それテント立ててないからだよテントはね、抱き枕にして寝たやろうかなと思ったんだけど、めんどくせえなって。でちょっと抱き枕にしてみたんだよね、テント、あの筒を。そしたら気持ちいいぐらいによく寝れてさあ、やべえ、これ超気持ちいいわ。なかなかこう沖縄っぽくないでしょ。あの普段僕がね釣りをするような感じでは、沖縄の釣り。あ、ダツがいるそこにダツいる、まあ、とりあえずいつものトップでね、フェイキードッグでいきましょう。ザブラフェイキードッグ。釣れるの？知らないほぼ初めてだから。もうメッキじゃないかな。昨日はジャングルパーチが釣れた。で昨日土管町の時に見たらね、ほとんどが砂地だったね。この辺の真ん中からねこっちに行くと、まあ僕の行けるとこまでは行ったんだけど、全部砂地だった。で上の方はゴロタだね。沖縄って今何度？今15度かな。風速は3か4ぐらいかな。来た。あー乗らんかった。ちっちゃいのが来た。大物の匂いがする。まあいると思うよいると思う。入ってくるときは入ってくると思う。まあここに通ってないからね、どの程度の魚が入ってくるかまではちょっと知らないんだけど、ほぼ初見に近いから。昨日ちょうどそこの浅いところでジャングルパーチが釣れた。何が釣れるんだろうねここはもう間違いなくメッキはいると思うんだけど、それ以外何が釣れるんだろう、わからないね。今一番暑い川は天岩川。うん、いや天岩川はね今暑いね、激暑だねあそこは。大暴れしてたもん。で大暴れするポイントを覚えたしかしそこに行かないっていうのがねらしいところで。おーい、確かになこれぐらいの深さ。あ、来た来た。あー抜けた。ダツだな今のはダツでした魚体が見えた。今日一応メッキのつもりでは来てるけど外れましたこの辺にさ、あのテントを張るんだよね。これがねまたいい感じなんだよね。これ車もそこ止められるし、まあただトイレとね水とかはないよ。大加工って感じね。いい感じでしょ本当に。
ちょっとね、通うには遠いんだけど、まあ北部来た時はここでね、いろいろと楽しみたいですね。ハイシーズンな、ハイシーズン。もっと調査したいポイントですね、これ。さっきの脱でも釣れてたらな、気が楽なんだけどな。もうちょっと潮が引いたら落ちてくるのかな、メッキが。あ、来た。あ、来た。バレた。バレたというか、乗らない。寒いから魚さんまだ寝てる。寝てる。今、チェイスしてきたけど、そこじゃない、あるよって。もう少し前ですよって。そんな感じでした。何だったんだろうね、今のは。あんまりちっちゃいね、スナップを使うとね、なんかね、逆にフックに絡むんだよね。だから意外に大きくしたら絡まなくなったから、ああ、もう金でいいやって。まあ、あんま大きくないんだけどね、これも。あ、来た。来たけど、あ、もう一回来た。もう一回来た。下手くそ。もう一回来た。ミスった。なんか、もう一回来た、ミスった。逃げろー。止めてあげよう。逃げろー。アホの子かな。ちっちゃいメッキなのかな。お口の小さい、吸い込めないって。お花が釣れた。お花、デイゴの花なんだろうこれ。やったぜ、ぽい。どこかに行っちゃいましたね。花をつけようとして冷たい冷たい。あいつ結構粋なことしてくんな。来なかった。また花がついたの面白いんだけど。小さいっす、やっぱりなんかいるわ。ほら、あ、来た。あ、ちっちゃ、ちっちゃ。今少し沢に乗ったけど。狼になりましたか。狼にはなってないか。ちっちゃいのはいる。全然これでは。まあでも大きいのが入ってくるかもしれないしな。まだわかんないな。こういう時やっぱりさ、ポップクイーンのね F50 とかがあるとほんと簡単に釣れるんだよ。来た。あー抜けた。あー今日こんなんばっかりじゃん。あーごめんなーさい。またか。ごめんなーさい。来た。あーまた抜けたー。今のは何だったんだろう。常夏仕様はないんですか。また抜けたー。3度目の衝撃。フック交換かなー。何しとねー。また抜けたー。抜けたー。あはははあは。もうフック交換するか。フックもラーもでかいんだ。そんなにでも大きい感じはなかったから綺麗に飲めないのかな。落ちてきたっていうメッキじゃないね。やっぱ入ってきたメッキだね。なんとかなると思います。ライトゲーム用のラーサイズなら乗った回数違っただろうね。全然違ったと思う。でもそうなるとフックが小さくなっちゃうからね。まあでもね、冬でこれだけ当たりがあればね、十分。メッキゲームで大物なんてかからいからな。極太の針にしてほしい。こう見ると本当にね、浅いのがよくわかるよね。やっぱ魚が通るルートはこっちかな。向こう浅すぎるもんな。ミジュンボールがある、そこに。すごい久々に見た。これがあるのになんだ、魚が入ってこないのかな。あの黒いのってもしかして全部ベイトじゃね。だね、全部そうだ。すごい、もうこの辺の黒いの全部ベイトで、フィッシュイーターは小さいダツが1匹2匹かな。
その辺でうろついてるやつだけしかいない。少しずつね、少しずつね。イワシに同調させよう。沖の方へ、沖の方へ、沖じゃないや、海の方へ向かってるんだよ。